2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技女子100メートルは2016年8月12日から8月13日までブラジルリオデジャネイロのエスタジオオリンピコジョアンアベランジェで開催された2016年リオデジャネイロオリンピックの女子100メートル走について記載するジャマイカのエレイン・トンプソンが10秒71で優勝した 2016年リオデジャネイロオリンピックの陸上競技も参照のこと。シェリーアン・フレイザー・プライスは前回ロンドン大会派者として今大会に臨み、直近の6つの国際大会で5勝を収める圧倒的な強さを見せていた。しかし2016年のランキングは8位であり、本調子ではなかった。一方、エレイン・トンプソンはジャマイカ選手権で フレーザー・プライスに勝利しており、同大会では、当期世界最高記録かつジャマイカ記録体となる10秒70をマークしていた。全米陸上競技選手権大会で優勝した、イングリッシュガードナーがトンプソンに続き、ティアナ・バートレッタと、トリボーイ、アフリカ記録を更新したミュリエル・アウレが10秒78で並んでいた。オランダのダフネ・シパーズも、注目選手の一人であった。予備予選では、 マルタ代表のシャーロット・ウィングフィールドが11秒86でトップ通過した。また、予備予選で12秒を切ったのは、ウィングフィールドと今後共和国代表のセシリア・ブエールの2人だけである。準決勝では、アウレとバートレッタが脱落した。決勝ではボーイが1番に合法に反応したが、トンプソンが最良のスタートを切れた。 フレーザープライスも会長にスタートを切ったがトンプソンを引き離すには至らなかった。結果トンプソンがオリンピック史上2番目に良い記録である10秒71で金メダル、ボーイが銀メダルを獲得。フレーザープライスとマリー・ジョゼ・ダルーは同タイムで写真判定の末フレーザープライスが同メダル、ダルーが4位となった。8人中7人が10秒台を記録し、 稀に見るハイレベルな決勝となった。日本勢は福島千里が出場予定であったが、アメリカニュージャージン州での合宿中に左太もも裏を負傷し、200メートルに専念するため100メートルは欠場した。今大会までの各種記録は以下の通り、時刻はすべてブラジル時間。WR 世界記録、AR エリア記録 CR 選手権記録グレーン。 大会記録 NR 国家記録、OR オリンピック記録 PB 自己ベスト、s b c ンベスト WL 世界最高、9順位による通過9記録による通過 DNS、危険予備予選は、参加標準記録を突破せずにこの種目に参加する、選手のみ出場する。標準記録突破して出場した選手は、予備予選を免除される。通過条件。 各組上位2着記録上位2着1組風速、秒速0.9メートル2組風速、秒速0.2メートル3組風速、秒速0.2メートル通過条件、各組上位2着記録上位8着1組風速、秒速0.3メートル2組風速、秒速0.0メートル3組風速、秒速0.0メートル4組風速、秒速0.3メートル5組風速、 秒速0.7メートル6組、風速。秒速0.0メートル7組風速。秒速1.0メートル8組風速。秒速0.2メートル1組風速。秒速1.0メートル2組風速。秒速0.3メートル3組風速。秒速0.6メートル風速。秒速0.5メートル。ありがとうございます。